マリーナベイ市街地サーキットで開催されている F1 シンガポール GPRB のダニエル・リカルドは予選で9-1敗退と惨めな結果に終わったことを受けて2008年のクラッシュゲートをやゆしてネルソン・ピケジュニアをグリッドに呼び戻してほしいとジョークを飛ばした次戦アメリカ GP からリザーブドライバーのリアム・ローソンに RB のシートを奪われる可能性もあると噂されるリカルド このシンガポール GP ではゼガヒでも好印象を見せたいところだったが、予選 Q1 ではトップ15に一歩届かず敗退となった。リカルドは解雇のプレッシャーがかかる中、初日から予選トップ10も期待させる走りを見せた。しかし実際の予選になると、うまく歯車が噛み合わなかった。さらにチームメイトの角田優輝は、ハンガリー GP 以来となる Q3 進出し、予選8番手。 リカルドは目に見えて大差をつけられ、風当たりは強まるばかりだ。相対的にペースが低下した理由を尋ねられたリカルドは次のように答えた。僕らはあまり大きな変更を加えなかった。昨日は良いポジションにつけていたし、状況はかなり明るかった。無駄な努力はしていなかった。正直、今朝履いたミリアムは良かったし、昨日と同じスタートが切れた感じだった。でもソフトを履くと、 僕は全く戦えない状況だった。だから予選に向けて微調整を行い、大丈夫だろうと思っていたんだけど、やっぱりソフトでは快適に感じられなかった。予選は、惨めだった。昨日はある程度のポジションにいたから、基本的に想像していなかったし、大きなミスはなかったけど、コントロールラインを越えた時に速くなかったと分かったからね。あまり良い気分ではなかったよ。今朝は、ああ、 あのソフトはダメだった、と言えるかもしれない。でも今日は3セット使ったのに、どのソフトでも競争力がなかった。また、自身の F1 での将来をめぐる憶測によって、シンガポール GP での予選9-1敗退という結果がより痛手になるのか。と聞かれたリカルドは次のように答えた。ああ、もちろん、存在感を残せるだけでも良いことだ。明らかに Q1 のことは最悪だ。 いろいろなことがあったけど、今日は良い走りができると思っていたんだ。だからむしろ、どうして91敗退になってしまったんだろう。僕は楽観的でいようとしているけど、今日は本当に悲観的になる。だから氷風呂で溺れてこようかな。明日にはそこで浮いている僕を見つけられるはずだ。そしてリカルドは、決勝でポジティブな結果を得るためにはセーフティカー出動の助けが必要だと説明。 2008年のシンガポール GP でフェルナンド・アロンソの優勝を後押しするために、チームメイトだったピケジュニア。が校にクラッシュしてセーフティカーを出動させたというクラッシュゲートを引き合いに出し、好ジョークを飛ばした。タイミングよくセーフティカーが入ると良いねとリカルドは言う。